ボートレースオマノファームの皆様こんにちは。マンスリーボートレースの日村です。ボートレースオールスター第3日目ですね。今日の予想は10レース昨日と同じにやりたいと思います。まあ、コンセプトの特徴なんですが、上位のモーターは何人かいるんですが、モーターに出てない選手、明らかな買いモーターっていうのがありますね。まあ、ここら辺りをいかにこの削っていくかというところです。まあ、基本的にはうちが有利なんですが、インが結構支えてるケースもあるので、本当にモーターに出てるインかどうか、このチェックが必要だと思いますね。ジュレス1号艇、峰選手が乗ってますね。これ初卸しのモーターの時に優勝した峰選手なんですが、今節はもう少しテンタイムがあまり出てないですね。まあ、出足はしっかりしてるというんですが、まあ、いつもの快速にはちょっと仕上がってないような感じがします。2号艇が篠崎選手、まあ、体幹はいいっていう、まあ、この足をキープしたいというんですが、着順は4着、3着、4着、まあ、中間着が出てますね。まあ、いつものキレの良さがまだない、これまた仕上がり途上かなという感じですね。3号艇が市川選手、まあ、昨日はインから3頭になったんですが、スタートの切れ味はいいです。まあ、実績のあるモーターなんてね、まあ、悪いエンジンなり動いてると思うけどっていうんですが、まあ、結構スタート力を生かしたレースができると思いますね。で、4号艇が金原選手、昨日待望の初勝利やったんですが、インカ01のスタート行ってますね。これはちょっと気になるところなんですが、コメントもあまりいいコメントはなかったですね。まあ、回転不足だった、まあ、調整途上だと思うんですが、テニタイムが一番時計を出してるんで、多少は初日に比べると上向いてるかなという感じですね。で、5号艇が福谷選手、モーター的にはちょっと弱いですね。まあ、やっぱり着順通り大敗が続いてます。まあ、ターンで滑っているという、整備はしたんですが少し良くなった程度ということですね。で、6号艇が浜田選手、足はいいと思いますよ、ターンがうまくかかってくれますというんですが、まあ、浜田選手前傾比57キロで入ったんですが、昨日は55キロで走りましたね。で、まあ、現状も55のままっていうことを考えると、もう一押し絞りしてほしいんですが、このやっぱ55から下がってないのが気になると思います。まあ、進入に関してはモーター、このレースのモーターですね、全員がその特別に出てるという感じはしないですね。着順を見ても、まあ、1等を取っているのが峰選手と萱選手が各1勝ずつという感じですね。篠崎選手は昨日の1号艇、絶対に勝ってほしいです、まあ、事故もあったんですが勝ちきれなかったというところに、まあ、少し不安もありますね。だからこれ展開で勝つのか、まあ、モーターの力で勝つのは多分ないと思います。まあ、こう1号艇進入に関して言えば、これ 1,2,3,4,5,6、 これはもう間違いないんですが、峰選手がインからとりあえず、まあ、スタート決めて先回りしたいところですね。まあ、最近の成績でも峰選手の1コースっていうのは非常に高い入着率ですね。まあ、30、40回近く走るんですが、30勝ぐらいしてますね。で、2頭もあって3着がほとんどないという状態なんです。まあ、ここはもう絶好アウトですからね。ここでも予選の1号手が回ってきて、これで勝てばですね、多少2勝できますから、まあ、予選最終日に2回走りとなればですね、まだまだ見れてくると思いますね。だからここは何が何でも勝ちに行きたいところですね。これを篠崎選手がどうするか、スタートの切れ味がやっぱりいつものあれがないんで、ね、まあ、ここはいつも通り差しになるでしょうね。で、市川選手はもうスタート勝負です。で、時折ですね、全速をかけたりする、まあ、多分篠崎選手の差しが見えるだけで、ね、ここは攻めていきたいところなんですね。まあ、市川選手は去年からずっと調子は上向いてますね。まあ、スタート力を生かすレースですね。まあ、こうなってくると萱原選手は、まあ、本来は幕出しに入りたいところなんですが、これに乗って刺すというレースですね。で、深谷選手が出てませんから、この上を浜田選手がまたまくり出してくる。まあ、この時に55キロという体重がネックになるか、そのスピード出し戦でその体重のカバーできるかというところですね。まあ、峰選手にすればもうとにかく回るだけ、先に回るだけですね。まあ、順当なら、まあ、内が出て2番が刺して、3番が全速で、4番がまくり出して、この間にもう1回浜田選手が入るという、1の2着刺しでいいと思うんですが、ただその篠崎選手がスタートあまり決まってないんでね、ここに市川選手が攻めた場合、これに乗って峰選手と、まあ、競り合いに近くなればですね、金田選手が入ってくるという、この展開を少し頭の中にイメージしたいと思います。
まあ、まあ、一番の確率は 70% か 80% ぐらい勝つ確率があると思うんですが、後輩とは、まあ、スピード戦、昨日から展開も上がってきている萱原選手の繰り出しかなと思いますね。